続き行きましょう。もう外に出てしまってもいい感じかな。まだね、操作に慣れてないけど、もう外に出ろってことだな、これはきっと。あ、これは、なんだっけ、キノピコ。懐かしいキノピコ。これ見てください。マリオじゃん。広い可動域、豊富な差し替えパーツ。これをなんと3時間で作っちゃいました。3時間。めちゃくちゃ手が器用なんだ。私ってすごい。いつかは等身大のクラフトを作ってみます。また冒険に出るんですか？頑張ってくださいね。なんだ、さっきからすげえ呼ばれてんな。ペーパーマリオか。コピーブロックを手に入れた。ね、使い方が分かんないですけど、私たちが作ったコピーブロックというものです。必ず皆さんのお役に立つと思いますから。はい、あちらの部屋に見たことのないものがいろいろありまして、あれこれ使わせてもらって、ずいぶん器用だな、それ。他にも私たちは紙でいろんなものを作ることができるんですよ。これからもマリオさんたちのお役に立つものを作るつもりです。ふむふむ、紙でいろんなものを作れるのね、面白い。おい投げんなよマリオ。私の才能と彼らの技術がコラボすればワクワク。それではマリオさん、ルイージさん、どうぞ気をつけてお出かけください。うん、ちょっとね、初めてのゲームでちょっとね、いろんなことが分かんないことだらけですけどね。マリオさん、私は彼らのものづくりの様子を見ていきます。もしかしたら一緒に何かすごいものを作っちゃうかも。あ、キノピコ、キノピコ言っちゃった。なんだよもう、すげえ話しかけてくるんだけど。なるほどね、矢印を見るってことね。さあ、ちょっと冒険に行きたいんでね。 OKOK、 迷子になったら矢印を見ろということだ。どんな感じなのかな、ちょっとゼルダみたいな感じなのかな。はい、出ました、あなたの性格。なんだろう、聞いてね。ジュゲームを見たらすぐに話しかける。そんなあなたは好奇心の塊で、決して人を疑ったりしないタイプ。人懐っこく、交友関係も広いけど、簡単に騙されることもしばしば。俺の一体何知ってんだよお前が。時には注意深く人を見ることも大事でしょう。あ、申し遅れました、私ジュゲームです。敵キャラじゃないのかな。ピーチ姫からの依頼を受けたので、マリオさんのお世話をしますね。世話役か、お前鬱陶しいな。なんか何かあったら駆けつけますので、今は気にせず先へどうぞ。あ、セーブはこまめにして、そう、セーブね、やり方教えてくれよそれ。さっきの性格診断でもし別の行動をとっていたら、よし、やり直してみようなんて考えた挙句、リセットなんてしたら、前にセーブしたところからやり直しですよ。だから、そう、セーブの仕方を教えてよ。メニューの、あったあった、セーブがあったわ。これちょっとね、セーブして、ちょっとね、アイテムとかも取っていこうか。このね、コインを使っていろいろアイテムを買ったりすることができるらしいんで、結構ね、バカにできない。なんだ、ハートがある。なんだこれは。ヒットポイント BP が全回復。あ、なるほど、そういうことができるんだね。うん、あ、マリオだ。クリボーじゃん。え、マリオか。確かにいつも見てるマリオじゃないな。なんだよジロジロ、お前や、お前が最初に来たんやんか。うん、あ、何するんだ、やめろ。あ、くしゃくしゃにしちゃった。わあ、本当にペラペラなのね。引っ張るな。あ、くしゃくしゃってするな。あー、やめろ、もうくしゃくしゃじゃんか。ずいぶんいじられたな。なんで助けない、お前は。結局元に戻るんじゃないか、散々もてあそびやがって。あ、俺目がついてパッカパカになっちまった。本当だ、パッカパカになってる。こいつらやっちまえ。レッツゴー。あ、本当に RPG だね。
マリオルイージ久々の、いや久々のっていうか僕にとっては初めてのバトルなんだけど、もし戦い方を忘れちゃっていたらこのガイドを調べてみてね。なるほど。ということで、じゃあちょっと見てみましょうか。見なくても大丈夫かな。逃げる、なるほど。ハンマージャンプブラザーアタック、このブラザーアタックは多分ルイージと協力技を出すんだと思うけど、うん、これをね使ってしまうと結構 BP がね、 BB っていう、うん、魔法のマジックポイントみたいなやつを使ってしまうから、これハンガーハンマー1ちょっと何、今の1っていうのは何なの。おお、全然ダメージ入らないけど。マリオルイージ攻撃にはコツがあって、もっとダメージを与えることができるわ。ジャンプのコマンドブロックを選んでみて。ジャンプのコマンドブロック、これか。ん、踏みつけるときに A ボタン成功したらもう一回。なるほどなるほど、そういうことか。ちょっとお手本を見てみようかな。あ、じゃあ練習でいこうか。 OKOK、じゃあ練習 A ボタン、なるほど。着地寸前に A ボタンを押すと2回攻撃できるんだ。あ、そんなに難しくないなこれ。だけどたったの4しか入らないんだね。じゃあジャンプでいこうか。よし、倒した。じゃあ次行こっか。会いたい。ダメージ受けた。なんかハンマーとかいろいろできるみたいだけど、とりあえずはもうジャンプ攻撃か。よし、倒した。マリオで RPG って相当なんか新鮮な。ぐむむ、束になってかからないとダメか。みんなどこ行った、ここはどこなんだ。あ、逃げていった。思ったよりペラペラなクッパ軍団も大したことなかったわね。でも油断はできないわ。うん、ピーチ姫が言ってたように、2つのクッパ軍団がもし手を組んだりしたら、クッパ城。おい、例の計画は進んでいるのか。はい、まあまあ進んでいます。あ、そんなでかくない。クッパそんなにでかくない。クッパ様、まあまあだと。急げ、ガーッと進めるのだ。ははい。それからマリオたちは今のうちに潰しておくぞ。見つけたらとにかく倒せと軍団に伝えろ。相変わらず手下の扱いが荒い。あー、聞こえちゃいましたか、ごめんなさい。一体何が起こったのだ。え、後ろから聞こえる。あ、ペラペラクッパ。あら、またこれもなんか弱そうだな。一体ここはどこだ。おーい、大きさ的には全く一緒だね。あ、セリフは一緒だし、どこから紛れ込んだんじゃ。仲良くならないよ。この我が輩の城なんだ、ここは。我が輩に対して出ていきとは何だ。貴様生じせんぞ。貴様こそ出ていかんと痛い目に遭う。なんか喧嘩してる。これいい感じにね、友倒れしてくんないかな。ああ、喧嘩してる。絶対ペラペラのやつの方が弱いだろうこれ。これならどうだ、くらえ。こいつペラペラの割に強いな。クッパ様、クッパ様。なんだ、あ、そうか、両方とも二人ともないクッパだからね。え、あ、喧嘩してる。どうした。ペラペラなキノピオやペラペラなクッパ軍団がキノコ王国中に降ってきています。なんだって。じゃあそこにいるペラペラなクッパ様も。ペラペラなのはピーチ城から飛び出してきたようです。うんうん、
なんだか見えてきたね。噂には聞いていたよ。本の中の世界があって、その本にはピーチ城があるってね。誰か来たぞ。あ、これはクッパジュニアだったっけ。僕にそっくりなやつなんて初めて見たぞ。僕もだ。これ喧嘩しちゃうのかな。おい新入り、お前ペラペラしてて面白いな。ちょうど退屈してたから僕と遊ばないか。新入りなんて呼ぶなよ。僕はクッパジュニアって名前があるんだぞ。名前まで僕と同じなのか、なんだか他人の気がしないや。だってね、だってクッパジュニアだもん。あーすげえ火吹いてる。クッパ様落ち着いて。しばらくはなんか大丈夫そうな感じか。なんかね、喧嘩してるから、ちょっとおい誰かこの二人を止めるんだ。止められないでしょ、このクッパ二人がね暴れていたら。なんか嫌な予感がするわ。悪いことが起こらなければいいけど、うん、もう怒っちゃってるしね。もう悪いこと起こってるから思うきし。今はキノピオたちを助けに行きましょう。あ、そうか、目的をね完全に忘れていたけど、助けに行くんだね。あ、なんだこれ、なんか使えそうだね。これどうすんだろう、なんかに使えそうなんだけどね。あ、でさっき攻撃でハンマーを使ったらハンマー壊れちゃったんだけど、ハンマー使えなくなっちゃった。どんだけもろいんだよあのハンマー。こっからどうすんだ。あ、こういうことね。あ、こういうことか。まだ操作が慣れてないな。ちょっと待って、こっち行きたいんだけど、どうなってんだ。とりあえずこのブロックなんか関係ありそうだから、あ、これで開くのか。なるほどなるほど、奥行こう。うわ、なんだよ、すげえいるじゃんクリボー。マリオだ、本物っぽいぞ。さっき空を漂ってたのもマリオだったよな。あいつはな、あ、ペーパーマリオだね。マジか。マリオ、ルイージ、そういえばモンスターが攻撃してくるときに、あなたたちの足元に出るマークについて説明していなかったから教えるわね。ねえちょっと、なんだよそれ。あんた弱いから練習相手にぴったり。失礼だろそれ。めっちゃ怒ってんじゃん。ストップ。マリオ足元を見て。このマークが出ているときはモンスターに狙われてるってことなの。ジャンプでうまく防御するのよ。あ、なるほどね。多分タイミングよくジャンプボタンを押せば、避けることができるんだね。もういいや。あ、難しい。これはマリオかルイージどっちかが狙われてるっていうことよ。まだどっちが攻撃されるかわからないから、よくモンスターの動きを見るのよ。あー、これ難しいな。反射神経だね。今モンスターがどっちを狙ったか分かったかしら。このモンスターの特徴を教えようか。あ、ちょっと見てみようかね。それじゃあじっくりと確認してみましょう。ストップ。モンスターを見て。右足を上げてマリオを見ているから、マリオを攻撃する。なるほど、そういうことか。いや、これ一瞬で判断しなきゃいけないんだね。また来るわ。動きをよく見るのよ。こっちか。 B ボタンだ。いや、これ難しいな。もし防御するのが難しいと思ったらアシストを使ってみるといいわ。オンにすると誰に攻撃するか分かりやすくなるの。試しに使ってみる。これはね、なるべく使わない方がいいかな。これから先防御が難しいと思ったら使ってみてね。今のうちにね。あ、タイミングずれるとこういうことなのか。あ、全然合ってないんだけど。じゃあね、攻撃していこっか。やばいね、ちょっとマリオがやばいことになってるぞ。よし、倒した。あ、ま結構ダメージ入んな。
次はルイージって決めよう。もしやっつけた。なんかもうやられちゃいそうだね。さあ次行くか。なんかクリボーたちがいるのがちょっと鬱陶しいけど、これどうやって渡っていくんだろう。なんか向こう側に行けそうだね。ちょっと見つかんないように隠れていこう。とりあえずこっちかな。こっちっぽいな。あー、来んな来んな。なんか書いてある。ちょっと待ってよ。そうかそうか。また目的をちょっと忘れていたけど、キノピオたちを確か助けるのが目的なんだよね。キノピオどっかにいたかな。あ、下画面見ると向こうにハートマークがあるから、あれだきっと。あ、これじゃん。もう騎士、みんな変なクッパ軍団に連れ去られちゃった。ここはどこなんだろう。見たことのないものがたくさん。そうか、これは夢だ。夢を見てるんだ。ねえ、いや、黄色いボールが喋ってる。夢なら覚めて、今すぐ覚めて。あ、逃げたよ。まためんどくさいことなってんな。逃げんな、いちいち。ちょっと助けに行こう。いや、そんな遠く行っていないってね。あー、逃げてる逃げてる逃げてんだけど。どこまで行っちゃったんだろう。うん、多分ね、右の方に行ったと思うんだけどな。薄くてヒラヒラしてるから逃げるのも早いのかしら。そうね、また見つけたら助けてあげましょう。この先にいるかもしれないし、とりあえず進みましょうか。右側にあるハートマークが気になるな。あれキノピオかなと思ったんだけど。あ、クリボーじゃん、モキシ。ちょっと待ってよ、これちょっとかわして。うわ、すげえいるんだけどな。ちょっと待ってよ、あのブロックはちょっと押していくか。コインだけかこれ。マリオでしょ。ナッツは確かヒットポイントをね回復させるんだな。こっち下に降りる。あ、これなんかあるね。なんだこれ。今どういう状態なの。あ、これどんどんスピードが速くなっていって、ミスった時点で終了ってことか。反射神経的な。いや、めっちゃ速くなってきたぞ。あー、やっつ行っちゃった。で、これがねすげえ気になるんだけど、今はどうするのかよくわかんないから、ちょっと無視して先行こうかな。で、これで、あ、ヒットポイントね回復できる。じゃあセーブしていこうか。わかったわかった。このさっきのハートマークはセーブポイントってことだ。誰かいませんか。あ、今度こそ助けてあげましょう。いやー、なんだ、クリボー来ないで。あ、そんな狭いとこお前は無理だろ。だってあのキノピオはね、弱いのかな。クリボーぐらいだったらね、やっつけられるんじゃないかなと思うんだけど、これは助けるのになかなか苦労するかも。あ、顔が抜けない。ん、顔が抜けた。上、うん、上にいるね。上にいるけどそっち行けないな。こっちはいけんじゃない。あ、こっち行けないか。行けそうで行けないんだな。ってことはとりあえずこっち行くしかないか。ちょっとクリボー邪魔だな。あ、なんだ、すげえ集団来たんだけど。お前たちにくしゃくしゃにされたクリボーだ。もう忘れたのか。忘れちゃったな、もう。クリボーだと思って舐めてるな。俺たちのウルトラスーパースペシャル技を見せてやる。スーパースペシャル
スーパー技、スーパー2回行った、行くぞ。ゴータイム。わあ、これ強制的に、わあ、どんな、これこれやばいことなってんぞ。いやいや、あ、これ連打連打連打、あ、そんな急にできないよ。これ連打するの苦手なんだけどな。あ、これ逃げ切ったかな。あれ、マリオは、あ、うわ、あれ、まあ、結局戦うのか、これどうだ、思い知ったか、これが俺たちのコンビネーション攻撃だね、しっかりするのよ、こんな序盤でやられない、そう、まだ序盤なんだよね。俺たちの方が1枚も2枚も3枚も4枚も5枚も6枚も上手だったな。くだらないこと言ってんじゃないわよ、マリオ起きてよ、あんなのに負けないで。よし、早速このことをクッパ様に報告しに行こう。あ、マリオ来た、ペラペラなんだけど、何やってんだよ。ペラペラマリオ弱そう。なんだこの紙切れば、ムカつく配色だな、踏みつぶしてやる。あ、強っ。ペラペラのマリオなんか可愛いね、なんか。ついでにお前もやっつけてやる。俺たちのウルトラミラクル、もういいよ名前、さっきと全然違うけど、とにかくやっつけてやる。ちょっとストップ。説明ね、あなたはもしかしてピーチ姫が言ってた本の中から出てきたマリオなの。お願い、今マリオとルイージがピンチなの、助けて。何、 Y ボタンなんだ、Y ボタン押しっぱなしで高く、あ、なるほど、ペラペラと普通のマリオでちょっとスキルというか違うんだね、なんかすごいわ。その高さまでジャンプできるならあいつらを踏みつけることができるわね。じゃあタイミングよく、タイミング合ってんのかな、今グッドって出てきたけど本当にグッドなのか、あれ。あ、そうだわ、キノピオからこれを預かってきたの。はい、コピーブロックよ。そういえばそんなのね、もらってたね。早速使ってみて。コピーブロックね、これか。あ、分身の術みたいな、コピーできたわね。見て、ここにコピーの数が表示されているみたい。あ、クリボーと全く同じ数だ。お前も束になれるのか、しかも俺たちと違って自分自身のコピーを作ったのか。コピーで身を守るなんてずるいぞ。ちょっとまだ説明の途中だから黙ってなさい。コピーがいる間、コピーがいる場合ね、モンスターからの攻撃はコピーが代わりにダメージを受けてくれるわ。ただしダメージを受けるたびに減っていくから。あ、なるほどね、減っていっちゃうのか。っていうことで、これもうジャンプ攻撃しかできないんだな。よっしゃ、これはまあさっきと同じだ。直前に Y ボタンを押すと、あー、難しい、これ難しかった今。避ける、最高。これちょっと難しいな。あー難しい、これタイミングよく やれば踏みつけることができそうだけどね、さっきのジャンプで。あー難しいな、やっぱこのタイミングかな。おし、あ、いった、やっぱそうだ。おし、6いった。さあ来い、あとこいつだけか。ケアつけた。あ、なるほど、なんか単純な RPG じゃなくてちょっとアクション的な感じの RPG になってんだね。マリオが2人も、畜生覚えてろよ。
ペーパールイージーはどこ行ったんだろうな。あ、くしゃくしゃになってるけど。あなたは本からできたマリオなのね。全然無口だね。あなたの世界のルイージと間違えたのね。そのルイージは別人よ。ほら、後ろにもう一人のあなたもいるわよ。さすが息ぴったりね。ねえ、ペラ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 なマリオ、なんか名前が欲しいよね。ペラペラなマリオって、うん、ちょっと呼びにくいわね。え、ペーパーマリオって呼べばいいの？ペーパーマリオもね、ペラペラマリオとあんま変わんないような気がするけどな。じゃあペーパーマリオ、この世界には今2人のクッパがいるの。喧嘩してたね、さっき。2人のクッパが手を組んだら恐ろしいことになる。みんなを助けるために一緒に戦ってくれないかしら。ありがとう。マリオが2人もいれば怖いものなんてないわ。お、これね、ちょっと戦い方、あ、3人で冒険するんだね。うん、ということでちょっとですね、今日は長くなってしまったんで、ここで一旦おしまいにしたいなと思います。